1番3番4番2番5番6番の体系で今スタートいたしました。一周一マークへ向かう先行争いでありますが、外の方がちょっとスタートの方が速そうでありまして、スタート判定中となっています。ゲストの皆様にお知らせいたします。この第一競争の方はスタート判定中となっています。現在トップの方は4号艇2番手追走でありますが、3号艇の鈴木、上位の体勢は4番3番、その後3番手争いは6番2番5番となっていますが、ここで改めてお知らせでございます。この第一競争は5号艇の大沢真奈と6号艇の宮村優也、両選手はフライングのため返還決勝。5番6番に関する投票権はすべて花山新刊です。ゲストの皆様、投票権は大切にお持ちください。1番2番3番4番5番6番の体系で今スタートいたしました。スリット通過後、外の方が若干早いスタートとなりますが、スタート判定中、インから逃げる体勢は1号艇、さあ内側の方から今度はサシのハンドル4号艇、サウチ2号艇が切り込んでいく、バックストレッチ向こう正面でありますが、サシのハンドル4号艇の鈴木俊介、リードは一定身ぐらい、スタートの方は現在判定中、ここでゲストの皆様にお知らせでございます。6号艇の深尾智恵でありますが、フライングのため返還決勝、6番に関する投票権はすべて払い戻し返還になります。ゲストの皆様、投票権は大切にお持ちください。1番、2番、5番。4番6番3番の体系第10レーススタートいたしました。スリット通過後、4コースから4号艇の深谷がぐんと伸びてまいりましたが、しかし2号艇がちょっと壁になったか、4号艇がしかしまくり切ります。さらに1号艇陰線外の方から全速ターンで3号艇がまくり差しのハンドル、バックスレッジ向こう正面、さあここは見事に角まくり強襲、4号艇の深谷リードの方は3停進ぐらい、2番手争いは3号艇の河合と1号艇の宮下、この2人が並んでいます。4番手6号艇の牧原、5番手には2号艇の山崎、最後方追走5号艇の花本、向こう正面から2マーク、スタート前提正常。上位の体勢は現在は4番1番3番の体勢でありますが、後方でありますが転覆がありました。上位の体勢は現在416、後方2番5番という体勢でありますが、3号艇の河合が転覆を期しています。4番1番6番後方2番5番という体勢で1マークを旋回いたしまして、バックストレッチ向こう正面、ここは内側の3手を一周したのは4号艇力量上位は深谷智弘、2番手追走でありますが1号艇の宮下、そして3番手に浮上6号艇の牧原です。4番1番6番、その後は2号艇5号艇並んでの4番手争いとなっています。なお3号艇の河合でありますが転覆を期しております。レスキューの外側の面、レスキューの外側を各メンバーが通過いたしまして、上位の体勢は4番1番6番の体勢固まる形になりまして、5艇の構想最終周回に入っていきます。独走体勢ぶっちぎりは4号艇の深谷、そして2番手追走1号艇の宮下、3番手6号艇の牧原です。4番1番6番後方5番2番という体勢、なお3号艇の河合はこのレース失格となっています。 1,2,3 ダッシュ4,5,6センター勢3号艇4号艇若干覗いたスリットになっていきましたが、出ていくまではいきません。まず1号艇中谷がコーナー先手、2号艇は差し、3号艇中を狙っていきますが届かず、そして4号艇にアクセントが発生しています。スタートは前提正常でした。1号艇中谷トップ、その後ろ2号艇川野、3号艇廣中続いて、あとは5番6番、1周1マークで4号艇西橋並み失格となっております。2番1番3番4番5番6番です。スタートしました。2号艇少し置きに行ったスタート、1号艇ダッシュがついている1号艇の渋田、4番5番あたりも好タイミング、2号艇まずはコーナー先手の2号艇の中村桃花、5号艇果敢に手前田咲バックへ入った1号艇小回り、その両サイド4番6番バックへ入って1号艇の渋田ハリオの差し旋回ですが、グッ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 と前へ出て行くような雰囲気、2号艇の中村桃花、前提スタートは正常、1号艇の渋田が2番手ターン、そしたら5号艇思い切る、4号艇も叩いていってホームコースへ帰ったが、叩き合いの放線回は5号艇の前田の方が出てきた。1号艇の渋田レオが狙っているんですが、5号艇の前田先の方が勢いを感じる。渋田ハリオがまだこらえる状態でありますが、渋田か前田か、5号艇の前田先ここも果敢に行く、出口の押し感違う、5号艇の前田先が飲み込んでくる。渋田ハリオ仕掛けながらなかなかこらえる好旋回を放って、1号艇の渋田ハリオ、後方4号艇の中里優子、6号艇の三浦恵里、ラスター3号艇の生田はみねが続いています。2番手争いは外から外へ、5号艇前田、こらえるが1号艇の渋田ハリオ、 V 切りを締めて回った、1号艇の渋田ハリオが粘っています。外は5号艇の前田崎、若干ターンが流れまして、現在は2停進半先行、1号艇の渋田ハリオです。その渋田をバックではかなり突き放し出ていった2号艇の中村桃花、5号艇切り込む、狭い狭間切り込んで入った5号艇の前田咲、おっと残念、後方しぶきが上がって一定転覆のアクシデントか、3号艇の生田はみね、これは残念ながら3号艇の生田転覆失格。1番2番3番ダッシュは4番5番6番です。
スタートしました。5コース5号艇佐藤、そして3号艇伊藤、1号艇吉田が好スタート、逃げる1号艇吉田、3号艇伊藤が巻き出すか、まくっていったのは5号艇佐藤、内側から2号艇岡本、あるいは4号艇小黒が続く、まくり出す3号艇伊藤が1号艇吉田を捉えたか、わずかに先頭、3番手の水は外から5号艇佐藤、内側から2号艇岡本が接近、スタートは正常です。2番手から3号艇伊藤誠司が旋回、2番手から1号艇吉田が続く、3番手は2号艇岡本が先まった、切り込んだら4号艇小黒になっています。3番手現在2号艇岡本が優勢ですが、後方では6号艇鈴木が落水しています。6号艇鈴木にアクシデントが発生しています。1番手から3号艇伊藤クリア、2番手1号艇吉田、3番手から2号艇岡本が続く、上位は3番1番2番です。なお一瞬にマークでアクシデントありまして、6号艇鈴木成美が落水失格となっています。1番2番3番ダッシュは4番5番6番です。スタートしました。スロー勢コーススタート、1号艇田中、2号艇伊藤、3号艇平見、逃げた位置は1号艇田中、サス2号艇伊藤、3号艇平見がまくるか、巻き出すのは5号艇沖、内側から4号艇大場が続く、逃げる1号艇田中剛が先頭、2番手の水は相当から3号艇平見、内側から迫ってくるのは2号艇伊藤、最内は4号艇大場が接近、スタートは正常です。2番手1号艇田中クリア、2番手2号艇伊藤、4号艇大場が競り合った、内切り込んだら3号艇平見です。2番手3号艇平見が優勢、3番手の水は内側から4号艇大場、外は2号艇伊藤、内外離れた3番手の水です。2周1マーカー1号艇田中剛、3号艇平見正彦がクリア、3番手の水は内側から4号艇大場が先丸が、握っていったのは2号艇伊藤がかわすか、3番手外2号艇伊藤誠司が現在2、3停止リード、内側から4番手から食い下がって4号艇大場が続きます。2周第2ターンマーカー1号艇田中、3号艇平見がクリア、3段手内を抑え切ってかぶせて2号艇伊藤が先まっていった、一旦引いてから切り込んでくる4号艇大場、後席に乗っての4番手争い、3段手2号艇伊藤が優勢、上位は1番3番2番で、前提が最終周回です。3周1マーカー陰線を押し切った1号艇田中剛が先頭、2番手3号艇平見正彦が浮上、3段手から続くのは2号艇伊藤誠司の順、依然上位は1、3、2、4番手争いは5号艇の青木、おっと4号艇大場が接触があって4号艇大場が転覆しています。3連単1、3、2のオッズは 14.7 倍です。なお3周バックセッチでは4号艇大場が転覆失格となっています。1番5番2番ダッシュ3番4番6番スタートしました。センターアウト勢がスタート優勢、内2選手はどうか、1マークの攻防、内から伸び返して1号艇古田祐樹、2コースから5号艇今村がまくる、切り込む2号艇4号艇3号艇6号艇殺到するバックストレッチ、先頭争いは差し込んでいった3号艇岡谷健吾、まくった5号艇今村信隆、両者の一騎打ちにさらに6号艇田中達彦が接近する、2号艇末永由楽も迫る、第10レース準優勝戦スタート正常です。2マークは3号艇岡谷健吾、切り込む5号艇今村信隆、6号艇とややもつれたが交代する、3番手には2号艇末永由楽、上位体系3番5番2番で、4番手には1号艇古田祐樹となっています。後方アクシデントがあった模様です。上位体系3番5番2番、レースは2周目に入っています。1マークから向こう上面です。なお、お知らせいたします。6号艇田中達彦は転覆のため失格、6号艇田中転覆のため失格です。1番2番3番4番5番6番スタートしました。スロー勢1コース3コースといいスタート、2コース2番の金山がへこむ形、1番上田やや壁薄い陰線、それでも1周1マーク難なくあっさりと決着をつけて早くも独走、スタートは前提正常でした。2番手3番の羽野の背後から内から4番の篠宮、じわりじわりと羽野相手にへさきがかかって並んできました。中枠2人の2番手争い、内側から4番の篠宮先手打つ1周2マーク、冷静に引いて刺して回る3番の羽野、2番手を守って後方では1手5番の花本号にアクシデントが発生しています。1番3番4番の上位体系です。なお5番の花本号転覆のため失格、5番花本転覆のため失格となっております。1番2番3番4番5番6番です。
スタートしてきました2号艇小林も質のいいスタートがどうやらいけたようですが、さあここは寄せてというよりも引いての差し構えか、1号艇松尾に対して2号艇小林、ちょっと3号艇の天野はバランス崩した、あとは5番、さらには4番6番ですが、3号艇天野はアクシデントです。なおスタートは前提正常でした。3号艇天野は転覆失格、3号艇天野は転覆失格です。1番2番5番3番4番6番です。スタートしていきました。角から行ったのは4号艇の渡辺ですが、寄せていく。ただ5号艇前本が抵抗しながら先まくり、この辺りは絶妙なうまさがある5号艇前本のレース運びも、4号艇渡辺まくり差し入ったか、2号艇はアクシデント、2号艇浦上アクシデントです。4号艇の渡辺トップ、2番手5号艇前本、2号艇浦上は落水失格です。2号艇浦上は落水失格です。ボートレース下関は第10レース予選特勝競争開始です。なお6号艇で出場予定でした天野誠選手は前半レースで負傷のため欠場です。1番2番3番4番5番6番の並びスタートしました。3番4番が覗いたスタートです。 1,2 コースが若干へこんで、それでも伸び返していく1号艇の桂林、1枠逃げる1号艇桂林、まくる3号艇の木山、流れて内側から2番5番と切り込んでバック側、先頭は1号艇の桂林です。スタートは前提正常でした。逃げています1号艇桂林が先頭、2番手は3号艇の木山、その後ろは5番2番並んで追走。2マークの旋回トップで回る1号艇桂林、続いて5号艇太田が回る指す3号艇の木山、その後ろでは一手危ないシーンとなっています。先頭は1号艇桂林、2番手3号艇木山、3番手5号艇太田、その後ろ2号艇柴田、2艇が2マーク付近でもつれ合っています。2艇がアクシデントとなりました。この8レース2周目1マークは先頭で1号艇の桂林、2番手は3号艇の木山、5号艇の太田が3番手です。なおこのレースでは2艇がアクシデント、4号艇大西が妨害失格、6号艇浦野は転覆のため失格となっています。進入はインコースから1番2番3番ダッシュは4番5番6番です。スタートしました。3コース3号艇萩原、4号艇杉原、6号艇加藤、わずかにコースアウト。1マーク1号艇中村先生、まくる2号艇杉江、外行ったな3号艇萩原、切り込んだ4号艇杉原、6号艇加藤が続く。まくる2号艇杉江、切り込んでくる4号艇杉原が並んでくる。この両者の突破争い、3番手6号艇加藤綾、スタートは正常です。一緒にマーク、内4号艇杉柄を抑えて待っていったのは2号艇杉江、杉江がねじ伏せるか、切り込んでくる4号艇杉柄、2番手3番手加藤の外を待っていったのは1号艇中村、内側から5号艇小黒を3号艇萩原が続く。3番手1号艇中村が現在2点身リード、上位は2番4番1番です。1マークは2号艇杉江博明、4号艇杉柄高俊、3番手1号艇中村森重が続く。小回りする3号艇萩原4番手、あとは5号艇小黒、6号艇加藤が続きます。バック整地中間地点、上位は2番4番1番です。第2ターンマークは2号艇杉江博明が先頭クリア、2番手4号艇杉柄高俊が旋回、3番手1号艇中村森重が続く。ちょっと振り込んだ3号艇萩原が5号艇小黒と当たってしまいました。6号艇加藤4番手から追走となっています。なおお知らせいたします。2周2マークでは2点アクセントありました。3号艇萩原智也が妨害失格、そして5号艇小黒龍吾が転覆失格となっています。1番2番3番ダッシュは4番5番6番です。スタートしました。1コース1号艇西村、早すぎるスタートになりました。ただいまスタートは判定中です。お手持ちの投票券は大切にお持ちください。逃げる1号艇西村、まくっていったのは3号艇佐藤となっていますが、ここでファンの皆様にお知らせです。このレース1号艇西村歩美がフライング変換欠場となりました。従いまして第7レースは1番に関係ある投票券は全てが変換です。お手持ちの投票券は確定まで大切にお持ちください。
開催2日目のツーボートレース場、続いては第8レース予選競争です。なおこのレースは1号艇で登場予定でした小黒龍吾選手は前半レースでの負傷のため欠場となっています。1番9番4番3番ダッシュ5番6番です。スタートしました。1号艇の山口のタイミングですが際どくなっています。1号艇山口のタイミング際どくなっています。ただいまのスタート判定中です。お手持ちの投票券大切にお持ちください。バックストレッチに入っています。1号艇の山口先頭ですがただいまスタートは判定中です。お手持ちの投票券は大切にお持ちください。1周2マークの旋回です。1号艇の山口ですがここでお知らせいたします。1号艇の山口フライング返還欠場です。1号艇山口に関する投票権すべて返還払い戻し。お手持ちの投票権大切にお持ちください。1番2番3番ダッシュ4番5番6番スタートしました。わずかにセンターで3コースから3号艇岡部大輔、4コースから4号艇川崎です。1マークしかし1号艇末永由楽、3号艇まくり出していくのは岡部、内側2号艇4号艇差し込んでバックストレッチ、わずかにまくり出し優勢3号艇岡部大輔、外粘るのは1号艇末永由楽、内からは4号艇川崎智之で後方6号艇2号艇5号艇11レーススタート終了です。1周2マーク3号艇岡部大輔が先手を取ってくる。握っていくのは1号艇末永、内からは4号艇川崎智之ホームストレッチに入りますが、岡山勢両者を振り切って先頭は3号艇岡部大輔、2点審査で1号艇末永由楽、3番手は4号艇川崎智之で3番1番4番レースは2周目に入っています。じわりじわりとリードを広げる3号艇岡部大輔、1号艇末永が思い切って握って回るが一気に突き放した。3号艇岡部大輔先頭、1号艇末永由楽が2番手、4号艇川崎智之3番手、上位体系3番1番4番です。4番手には2号艇三笘輝之、後方6号艇5号艇が続きます。2周2マーク折り返しホームストレッチ、3号艇岡部大輔先頭、1号艇末永由楽2番手、4号艇川崎智之3番手、上位の体系3番1番4番最終周回に入っています。センター3コースからコンマ08のトップスタート、1マークまくり出し見事に間割っていきました。3号艇岡部大輔今日最終日連勝ということになりそう。3周1マークから向こう上面、1号艇末永由楽が2番手、4号艇川崎智之3番手、上位の体系3番1番4番です。4番手以降水が空いて2号艇三笘輝之、6号艇田村貴信、5号艇中島智和が続いています。第11レース特別選抜戦、3号艇岡部大輔が先頭、1号艇末永由楽2番手、4号艇川崎智之3番手、上位の体系3番1番4番で11レースゴールです。先頭3番岡部5類、2着1番末永5類、3着4番川崎5類、6番田村5類、5番中島5類、候補一定2号艇でしょうか、演奏状態となっています。さあエンジンがかかるでしょうか。2号艇三笘が今現在最終ターン幕付近で演奏状態となっています。なおお知らせいたします、2号艇三笘輝之は演奏のため失格となっています。1番2番6番3番4番5番です。3レーススタートしました。6号艇以外の5選手が並んだスイットとなりました。1周の1マーク隣接そこです。1号艇の篠原、2号艇富成進、3号艇スポット間を割ってくる前田、おっと1号艇の達成となりました。先頭は3号艇の前田健太郎、2番手内を捉えて4号艇横田、3番手5号艇浦田、その後方は2号艇6号艇時計裏を通過していきます。1周2コーナーの世界スタートは正常でした。トップ世界3号艇の前田、2番手は4号艇横田が回る、小回りは2号艇の富成を差し返す5号艇の浦田浩二です。先頭は3号艇の前田健太郎、2番手は4号艇の横田茂、3番手さばいて取り返す5号艇浦田浩二、上位大計345、レースは2周目、1マーク自己艇レスキを避けての旋回ということになりまして、先頭3号艇の前田、2番手4号艇横田、3番手5号艇の浦田です。ここでお知らせいたします。1号艇の篠原敏夫、1周1マークにおきまして転覆のため失格となりまして、
昨日と同じく今日もこの時間あたりからスリット付近の風向きがちょっと怪しくなってきました。シリーズ2日目の攻防前半戦ラストカードは6レースヒルトククラリス戦。なおこのレースに登場予定でした6号手の吉村和也、病気のため欠場、管理解除となりました。従いましてマリエ購入されました6号手に関する投票権、レース確定後すべて返還となりますのでご注意ください。1番2番3番4番5番6番です。12レース今スタートしました。インからトップスタート0台スタートは1号艇の渡辺浩二、白1枠この体勢ならばを切りたい1号艇渡辺、2号艇ライサスマクルー、3号艇の今村と4号艇の山崎、切り込んで5号艇の久保でバックで張りました。トップスタート1号艇2号艇のバッチレースはインコース2号艇の荒井、アドコースは1号艇の渡辺、3番手まくってリード1、3号艇の今村を捕まえた5号艇の坂井です。一緒にコーナーの世界スタートは水上トップ世界は2号艇の新井、1号艇全速旋回渡辺、くるっと5号艇の世界を差し返すは3号艇の今村豊、先頭に立ったのは2号艇の地元の新井、2番手は1号艇の渡辺、その後方5号艇3号艇の接戦はあのちょっと場がいいのは5号艇の坂井です。レースは2周目の1コーナートップ旋回は2号艇新井、開いて1号艇の渡辺、もう一度全速戦で仕掛けていく、くるっと5号艇の世界膨らんだ、切り込んでは3号艇今村バックへと入りました。さあ注目は3番3号艇5号艇の並走、インコース完全に追いついた3号艇の今村、アドコース5号艇の酒井です。その後方4号艇の山崎、最後方は6号艇の前田、レースは2周目の攻防戦、フォーカスは3番手3号艇の今村が先手をダブリー、3号艇振り込んで交代しました。3番手5号艇の酒井、上田系2対15となりまして、レースは3周目2マークで3号艇今村にアクシントです。ここでお知らせいたします。3号艇の今村豊2周2マークにおきまして落水のため失格となりました。1番2番3番4番5番6番スタートしました。やや切れが良かったのは角内4番の末永、それでも1番の井上も十分の踏み込み、角から出ていこうとかなりもつれ合う危ないシーンがありましたが、先に回るのは1周1マーク逃げの形1番の井上、大きく4番の末永は交代、最後方2番手には5番の新海が浮上、スタートは前提正常でした。1周1マークを前にしてかなり危ないシーンがありましたが、6手しっかり構想中、先頭は1番の井上、1周2マークトップでクリア、スタート正常の1周2マークは2番手5番の新海、3番手アタック2番の山川を外包んで6番の山田城がかわして3番手、1番5番6番の体勢、レースは2周目に入っています。今遅れを取って4番の瀬永が2周目に入ったところです。上位の後手は2周1マークの旋回、先頭1番の井上、2番手5番の新海、3番手潜り込もうとした3番手頭空振り、6番の山田がしっかりと3番手を守っています。4番手3番の田頭虎近、後ろ2番山川貴弘が5番手、4番末永が最後方で2周2マークの旋回です。トップで1番の井上、2番手5番の新海、3番手6番の山田、幾分大回りにはなっていますがスピードの乗りは十分です。しっかりと3番手を守ります。レースは最終周回に確定入っています。かなりもつれ合うシーンが見られましたが、1周1マーク先に回って逃げの形、1番の上が先頭、後ろ5番の新海が2番手、6番山田3番手、詰め寄る3番の田頭、じわりと6番山田に接近、差が2停身ほどというところ、差を詰めてきました3番の田頭トラチカです。ラストターンマークへと向けてシリーズこれが4つ目の白星、1番の上が先頭、5番新海が2番手、3番手おーっと危ないシーン、3番田頭にアクシデントが起こって1号6の体勢で先頭1番井上ゴールイン、5番新海ゴールイン、6番山田ゴールイン、2番山川ゴールイン、最後方で4番末永ゴールイン、なお3番の田頭虎近転覆のため失格、3番田頭虎近転覆のため失格でございます。1番2番3番4番6番5番です。スタートしました。第6レース、2号艇3号艇が少しへこんだ、さあスリットを伸ばす1番の渡り、1周の1マークインから逃げる1番の渡り、握った3号艇の岡本、幕出しは6号艇の上田太一、先頭は1番の渡り周平、1番の渡り先頭、その後ろは6番の上田、3番の岡本が並走となっています。スタートは前提正常でした。1周の2マークトップ旋回は1番の渡り、さあ2番手握った6号艇の上田、2号艇を生かしてのサッシュハンドル、3号艇の岡本、2番手はまだまだ接戦、3番の岡本慎二、6番の上田太一、3号艇6号艇並んだままレースは2周目に入りました。
先頭1番のあたり2周の1マーク取って折り返します。2番手は3号艇の岡本真嗣がここリードを奪ってきました。上位2艇は1番と3番そして3番手に上がってきた2号艇別府正樹です。6番の上田太一は4番手に交代その後ろは4番の古賀智之です。なお2周の1マーク回ったところでアクシデント発生となりました。5号艇の浜野斗真は転覆のため失格5番は転覆のため失格となりました。ただいまより一般戦第5レースを行います。なおこのレースに出走予定でした6号艇山根弘樹選手は病気のため欠場いたします。1番2番3番4番5番6番スタートが切られました。差のないスタートになっていますが1コース先行していくら1周1マーク逃げを狙って第1ターンマークの攻防あと5号艇ちょっと危ない回って5号艇の宮村がアクシデント寸前ボート前が上がりましてエンジンはストップしているようです。5号艇の宮村置かれる形になりました。走っている5人の選手がバックストレッチ鑑定を通過2号艇の宮下が先頭で1号艇のいくらが2番手あ5号艇の宮村ボートが沈没していましてこのレースはスタートは正常5号艇の宮村は失格となりました。5号艇の宮村は失格となりました。10レーススタートが切られました。6コース4号艇の豊田コーススタートになりました。1周1マークうちは1号艇の藤田それでも逃げ切るかあちょっともつれてセンターコースあたりで競り合って4号艇大外から豊田がまくりました。うちは1号艇藤田が残していますが2番手その後ろですが外は5号艇の三浦となっています。三浦3番手3号艇牧原うちを通って2点審査差を詰めていますが4番手あとは2号艇の北側の順となっています。後方で6号艇の花本が5人の選手から置かれてしまいまして2マーク向かっています。トップに立ったのは4号艇のトヨタ6コーススタートアウトコースからの好スタートでまくりました。リードは3停止4停止くらいあります。1号艇の藤田が2番手5号艇の三浦が3番手3号艇牧原4番手スタートは正常でした。4号艇トヨタが回る1マークからバックストレッチ1号艇の藤田が2番手5号艇の三浦が3番手5人の選手が第1ターンマーク旋回を終えてバックストレッチへ出ています。6号艇の花本はスピードが乗っていません。各選手5人の選手から大きく置かれてしまいました。2周2マーク先頭は4号艇の豊田です。そして2番手が1号艇の藤田です。さらに3番手直線コースへ向いて5号艇三浦という体制になっていまして3号艇の牧原がこのうちですが4番手2号艇北川と5人の選手が最終周回です。6号艇の花本はスピードが乗っていません。なんとか走っているところですがこれから2周2マークしかし各選手の方は最終周回のバックストレッチへ出ていまして4番1番5番の順で2連単の41は 175.4 倍3連単の415ですと 630.8 倍とここは波乱の一戦さらには6号艇の花本ですがこれから最終周回に向かうところですがスピードは出ていません。4号艇の豊田がトップに立っています。4番豊田はゴールインしました。それから1号艇の藤田が入ります。さらには5号艇三浦とゴールそして3号艇牧原2号艇北川と5人の選手がゴールインしています。なおここでゲストの皆様にお知らせをいたします。6号艇の花本は失格となりました。6番の花本は失格です。以上第10競走でした。
最終日のスポーツ報知サマーカップ前半最後の一戦を迎えました6レースの一般戦です。なおこのレースは4番の佐藤浩周回展示中の転覆により欠場となります。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。1コース1号艇矢橋誠介トップスタート、3コース3号艇黒崎三重支部2人がコーススタートから一周の1幕インから先手1号艇の矢橋つまくり出そうとした。3号艇黒崎が振り込んでこれに絡んだのが2号艇金子と6号艇の横谷となっています。バックスレッジ先頭は1号艇矢橋誠介、2番手は4号艇の岩瀬雄介、3番手5号艇柳田秀明、上位現在145です。なおスタートは正常。一周の2マークの旋回先頭で1号艇の矢橋誠介がクリアしていく。2番手で4号艇岩瀬雄介、そして3番手5号艇柳田秀明変わりません。1番4番5番145です。ここでお知らせいたします。2号艇金子千穂はアクシデント失格、2番はアクシデントのため失格となっています。1番2番6番3番4番5番です。スタートしました。1コース1号艇岩瀬雄介トップタイミング、そして2コース2号艇中田もいいスタート。1周の1マークインから逃げる1号艇の岩瀬、逃げる6号艇の渡辺、そしてまくり出して4号艇東本勝としてバックスレッジ、逃げる1号艇の岩瀬雄介内からまくり出し4号艇東本を伸ばしてくるか。3番手は単独6号艇渡辺、後方は3号艇5号艇2号艇の順。12レーススタートは正常。1周の2マーク4号艇東本トップターンも打ちを刺す1号艇の岩瀬、1号艇岩瀬の差しリードは一定審判、2番手で4号艇の東本、3番手6号艇渡辺、後方ですが5号艇の池田、2号艇の中田、最後方3号艇今坂となっています。レース2周の1マーク先頭で1号艇の岩瀬雄介、内を狙う4号艇東本ですが2番手、3番手は6号艇の渡辺、そして後方5号艇の池田明美にアクシデントでしょうか。現在上位は1番4番6番146でスリット裏、後方は2号艇3号艇です。ここでお知らせいたします。5号艇池田明美アクシデントのため失格、5番はアクシデントのため失格となっています。1番3番2番助走取り4番5番6番の進入です。女子予選競争第6レース、スタートしました。スロー3艇揃った。1番3番2番も1号艇の前田崎が1番出しが効いた。まずはコーナー先手、3号艇の中村桃が手が浮かんだ。4号艇おっと3番2番5号艇も煽りを食う形、バックへ入った4号艇の勝浦2番艇、6号艇の島倉アウトは3号艇の中村桃花。前艇スタートは正常でしたが絡みついて1マークはアクシデントが発生しています。向正面からボートが返されてまいりました。1番4番6番体系、2号艇の渋田春代選手、残念ながらこのカードは3号艇の中村桃花選手ボートが浮かんで縦へのどうやら妨害、航路妨害、3号艇は妨害、2号艇と接触があります。2号艇は転覆失格に敗れます。1番6番2番ダッシュは3番4番5番です。スタートしました。3コース2号艇与佐が踏み込んだスタートになっていますが、ちょっとこの2号艇与佐のスタートは早いか。ただいまスタートは判定中となっています。お手持ちの投票券は大切にお持ちください。そして候補いったアクセントありました3号艇佐藤が転覆しています。ここでファンの皆様にお知らせいたします。このレースは2号艇吉田健太郎がフライング変換欠場となりました。従いまして第3レースは2番に関係ある投票券は全てが返還です。お手持ちの投票券はレース終了まで大切にお持ちください。そして1周1マークではアクセントがありまして3号艇佐藤博明が転覆失格となっています。1番2番3番4番5番6番です。スタートしていきました。スタートは判定中です。スタートは判定中、どうぞご注意ください。ファンの皆様にお知らせいたします。1号艇鍵カオルはフライング返還決定です。1番に関する投票発売額と同額で払い戻し、どうぞご注意ください。